スタイリストの田辺沙織です。アーザー欲しいです。レッツラゴー。しょうじゃないか。おはようございます。スタイリストの田辺沙織です。毎度。はい、今日はなんと私のスタイリストの24時間に密着していただけるということで、とってもドキがムネムネしております。今日は大体の1日のスケジュールなんですけれども、これからリースに回ろうと思っています。リースっていうのはお洋服をプレスルーム、お洋服を貸している場所から借りてくることです。その後に編集部に戻ってコーディネートを組み、そしてドキドキのコーデチェックをします。そこから今日は何するんでしたっけ。ラーメンを食べます。あ、そうです。今日は待ちに待った大好きな三幸園さんでラーメンと唐揚げを食べますという一日です。はい、頑張っていきましょう。キャンキャン田辺さん。はい、1スタンドの方ご紹介。あ、そうなんです。この前に座っているのが私 の、 アシスタントのミサキです。かわいい。仲良くしていただいてる編集の T さんも乗っておりまして、はい、T です。でも本当に昨日の夜に明日ちょっと挨拶どうしようかなと思って鏡の前でなんかいろいろ練習したんですよ。でもなんか長ければ長いほどなんか恥ずかしくなるってことに気づいて、ドキがムネムネ。あ、ドキがムネムネ。いいですね。今日 の、 1軒目のリースは H&M さんです。H&M さんって何の略か知ってますか。ヘルシー&マッスルの略です。違います。本当はスウェーデンのアパレルブランドヘネス&マウリッツさんの略です。はい、リースとかプレスルームってなんか普段は未公開の分野なんですよ。なんですけども今回は特別に見せていただけるということで、こっそり覗きますかね。はーい、来ました。去年はそうです。あれ、どこどこ、あ、映った。すいません、いきなり。こんにちは。こちらは H&M さんのヘルシー&マウリッツさんのヘネス、ヘネス&マウリッツです。ヘネス&マウリッツ略してマウリッツ、略して H&M のプレスの正式名称は H&M です。H&M です、失礼しました。のプレスのサキさんです。こんにちは。こんにちは。すごい始まって入ってきたからびっくりしたけど。そうですね、ちょっとリアル感が。よろしくお願いします。何するんでしたっけ。今日はキャンキャン3月号の、4大スタイルっていう企画で、はい、お洋服を見れたらなと思ってて、はい、春服と冬服をちょっとミックスする感じで見れたらなと思ってます。はい、早速こういう幅広めの柔らかい革の素材のものを作られてて、これは欲しいですね。これはリースできますでしょうか。やった、はい、やった。まだね、春企画なんですけど、ちょっと冬の着回しも見せたいので、このダウンを選ばせて。めっちゃ可愛いですね。うん、それ可愛いし使えそうな、こんな感じで H&M さんで可愛いお洋服をねお借りしました。では次に向かいたいと思います。 H&M さんありがとうございます。レッツラゴー。キャンキャン。そうだった、あ、そうだ、あ、4時、4時だったっけ。あ、ちょまだ4時半、あ、4時半か。じゃあちょっとキーちゃん電話しますね。はい、お願いします。伝わったんですか。はい、電話してっていう意味です。あ、今のやつが結構長いサインなんですね。わかりやすいようにちょっと、ね、分かりにくいですよ多分。着きました。あ、おやおや、プレスの薄井さんが、こんにちは。こんにちは。いつもお世話になってま
こんにちは、お世話になってる名古屋市のプレイスの薄井様です。よろしくお願いします、はい。今日の薄井さんの格好もめっちゃおしゃれですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。とってもいいですか。とってもいいです。これラグナーさんの今の春ですか。前のものあ、そうなんですね。でこのシワのタートルは今も展開に売ってます。売ってるものですか、はい、あったあの綺麗見えレザースカートを探してたんですよ。これはもう新作で、ま、本当につい最近お店に入ったばかりの。あ、そうなんですね。めっちゃ可愛い。こんな感じでお願いします。はい、あ、キイちゃんサイン入れます。はい、お願いします。サインの S で。え、これって S になってます？なってないです。なってないですか。逆チンです。間違った。 S です。あ、じゃあ今こうやってやったから S じゃないや。逆チンですね。まあ、ええか。はい、ラグナさんでした。薄井さん、ありがとうございました。またお願いします。たくさん可愛いお洋服を可愛くコーデ組めるように頑張ります。楽しみにしてます。おおここがコーディネートルームが入っている小学館のビルなんですけど、今から借りてきたお洋服をミックスしてコーディネートを組もうと思います。わかりました。ニット合わせがいいですよね。そうですね、きっとコート欲しいですね。ね、そうですよね、はい、ふわふわだったら手持ちとかでも可愛いですかね。可愛いですね。そうですね、だったらありかな。なんか着たら結構ごつく見える。確かに。なんでそんな声ですか。正統派。でもやっぱ春やから抜け感ですか。もうちょっと明るい。もう来られるということで。なんとか今2体組まれました。これの許可をもらって感じなんですか。そうです、そうです。今考えつをコーデチェックしてもらって、果たしてキャンキャン、こちらのコーデと、うん、で春は、うん、とこの春エコレザースカートって他に候補ある。結構重いなって思って。そうですよね。そうですよ。これはプリーツが細かすぎてあれかなと思う。ちょっと整えます。はい、チェックの熊です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、無事チェックが終わりました。キムさんのアドバイスもあってコーデがより可愛くなったので、当日までに整えて可愛く撮影できるように頑張ろうと思います。撮影が楽しみです。キャンキャン、今からお楽しみのご飯を食べに行こうと思います。今日動画を撮ってもらうと思ってずっと草ばっかり食べてたので、もう中華を食べるのが楽しみで仕方ないです。行きましょう。こちらが今日ご飯を食べる観光園ですね。楽しみにしてたので行ってみます。では皆さん、今日はスタイリストコナベの密着24時やっとここまで来ました。はい、お疲れ様でした。乾杯。ごちそうさまでした。めちゃくちゃたくさん食べて、もうお腹もいっぱいですし、もう胸もいっぱいですね。あとは残るは来たる撮影がうまくいくかどうか否か、これが一番ですね。キャンキャン、おはようございます。ついに撮影の当日を迎えました。可愛い、写真をたくさん撮れるように頑張りたいと思います。おお。ちょっとアザー欲しいですね。ありがとうございます。かわいい。
段の田辺さんはどんな感じですか？親の100倍うるさいね。親の100倍元気です。ずっと喋ってます。はい、皆さん無事に撮影が終わりました。スタイリスト田辺24時間密着、皆さんいかがでしたでしょうか？面白かったなとか興味を持っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをチャンネル登録とグッドボタンをぜひどしどしよろしくお願いします。田辺の YouTube が第2弾があるかどうかは皆さんのお力にかかっています。ぜひぜひコメントよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。よろしくお願いします。またねー。